ね。あの年々あの本当に男性の方も来てくれるようになって本当に嬉しいんですよ。あのおそらく昔はね、あの来たい人も多分いたと思うんですけど、なかなか来れなかったのね。なあ、マッチのコンサート行けないよなって言いながら真似してたりね、カラオケ歌ったりとかしたりとかしたんですよ。最近はもうなんか一緒にね開き直ってきてくれてるというか、男性の方もなんか本当に嬉しく、受け止めて、ますますガソリンスタンドとかひどいですよ。ガソリンスタンド入って、こんな話してていいのかなこれ入って、あのガソリンスタンドのお兄ちゃんにガソリン満タン、はい、窓拭きますからコーヒー入れてとで、コーヒーかなんか買いに行こうかなとか、カップルが、あ、待ちだ待ちだ、カップル、待ちだ、すいません写真撮ってもらえますかって言った、女の人がカメラ持って男の人が横に、すごいな、撮り終わったら、ありがとうございましたって、そういうことがあるんですよね。まあ、その女の人もタイプじゃなかったんでよかったですけど、はいはい、負けず嫌い出ましたよ、負けず嫌いで出ました相変わらず。これから、僕は、また新しい曲を出し、そしてまたテレビに出続け、そして皆さんの街に行って時にはコンサートをやり、そして年に1回、みんなも今日このコンサート終わったら1年間頑張ってきてください。